アジア中で大旋風を巻き起こした台湾 BL ドラマ第3弾。世間に馴染めない孤独な青年を熱くさせたのは、ちょっぴりやんちゃな学校の人気者だった。月のように静かな男と太陽のように熱い男、新生イケメン俳優が描くドキドキの学園青春ラブストーリー、ヒストリー3ナイティエンあの日。